79.7 NPO Kyoto Community FM建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私は建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村麻里です。この番組は毎週月曜日5時半から生放送でお送りしております。ちょっととちりました。はい、危ないって言わせた。わかりました。あ、すいません、週末ですね、はい、この前の週末なんですけど、はい、土曜日にですね、はい、もう見てきました。ええもん見てきた。はい、何を？実はね、はい、展覧会を見てきたんですけど。展覧会、はいはいはい、それがね、木工の家具と、はい、染色作家さんの2人展というのを見てきたんですね、はい、で木工作家さんが、はい、徳永俊夫さん、はい、で、染色作家さんが平金雄一さんという方が、はい、ショップ&ギャラリー YDS って言いますね、はい、新町通りの2条上がるという、ギャラリーで展覧会されてたんですよ。はい、なんか期間とかがあってですか？で11日の土曜日が初日で、はい、19日の日曜日までで、ちょっと期間もちょっとやってます、はい、今から間に合いますのでね、はいはいはい、皆さん見てこられたらいいと思うんですけどね、はい、それがね、もう僕の大好きなね、はい、カンナ仕上げ、もうカンナで全部最後まで仕上げた家具なんですよ、はいはい、椅子が多いんですけどね、椅子ってね、座り心地とかもうね、なんて言ったかね、はい、仕上げ方としたら木なんでね、はいはい、ペーパーでこう擦るやり方と、はい、それとカンナと、2つある、大きくね、はいはい、2つあるんですけどね、もうカンナで削るとね、肌触りが全然違うんですよ、でもこれやと、はい、そのなんていうか座った感じ、これやっていう椅子がね、はい、いっぱいあってでもう目の保養にもなるし、はい、目だけ違ってね、はい、感触と言いますかね、はい、その保養もなってね、はい、もうこれはもうちょっと皆さんに紹介せなあかんと、いうことで、ちょっと今日紹介してもらいました、させてもらいましたけど、19日までやってますのでね、ぜひね、どこでしたっけ、新町通りの2条上がる、YDS っていう、ギャラリーです、はいはい、ギャラリーもその町屋です、はい、町屋なんでギャラリーもちょっと見ものかな、はい、はい、ということでぜひ見てください。はい、はい、この番組は伊賀那須田建築、積水インテリア、東京名古屋大阪の協力でお送りしております。私たち積水インテリアは幅広い知識と豊かな感性で安らぎの空間づくりをお手伝いします。心地よい空間の答えは一つではありません。あなただけの心地よい空間を一緒に作っていきたい。リフォームからインテリアコーディネートまで、皆様の暮らしをコーディネートする積水インテリア、積水インテリアで検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲストをお招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです、はい、本日のゲストは、車間加藤屋の加藤正幸さんにお越しいただきました。加藤さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。伊賀から今日は、ね、三重県の伊賀から。そうです。わ、遠かったですか？いや、本そこやでね、伊賀も。もう山3つ4つ変えたら終わりやもんね。これいいでしょ、伊賀弁って、はい、本そこやでねってこうね。そうですね、やでねって言うんですね。いいんですよ。僕だから容赦喋りませんけどね、はい、伊賀の現場はね、いくつかあって、うん、でこうそこやでねとか聞くとね、ホッとする、うん、なんかいつもそうですよね、全然もう、もう普通にこういうふうに喋らはりますしね、はいはいはい、で車間食、はい、で、この建築カフェでね、はい、ぜひともやりたかったんが、はい、その現場の職人さんに来てもらう、はい、これはね、ぜひとも僕がやりたかったことで、はい、現場の職人さんにスポットを当てたいと思ってたんで、はい、もう今日は初めての職人さんなんですよね。初めてですね。もういつもはもう現場でね、はい、こうコテ持って土塗ってはる人なんです、はい、で去年ね、その浅田建築さんの門を、はい、やっていただいて、ね、で僕のデザインした建築物なんですけど、左官を全部やっていただいた、はい、一度ゲストにも来ていただいた浅田さんです、ね、はい、ところ、はい、持ち物なんですけどね、はい、で僕が設計して、で加藤さんがこう土を塗ると、はい、それは素晴らしい素晴らしい土塗りを、
もう見せられへんのが残念なぐらいな、ま、素晴らしいそうですよね、はい、あの時は漆喰でしたよね。漆喰ですね、ね、うん、土佐漆喰ですよ、ね、土佐漆喰、ね、あれあの、まあ、僕が土佐漆喰で言うたもあんやけど、はい、まあ、でも加藤さんもなんか土佐漆喰がええというようなことを言ったはずよ ね、 そうですね。やっぱり雨に強いとか、雨にも強いし、まあかまあ、雨風に強いっていう ね、 ですね。やっぱ土佐っていうのは高知県の土佐で生まれた漆喰なんで、はい、どうしてもこう台風が多いじゃないですか、高知県でね、はいはい、でそこで生まれ育った漆喰やからこそ強さっていうのがね、うん、そういうことなんですよね、うん、でなんで伊賀でね土佐やねんって言われたこともあるわけですよ。びっくりしました。ただ僕らもねちょっと悩んだんですよ、はい、本町産地消でねやっぱり伊賀の土を使ってあの塗りたいなと最初思ってたわけ、はい、そやけどやっぱり長いこと使うもんやし、やっぱり厳選してあの素材を選んでいくと、うん、やっぱり今土佐漆喰っていい素材ですよね。いい素材です ね、 ね、うん、で高知までわざわざ行っていただいてね、はい、高知から土を持ってきてもらって塗ってもらったんです。はあ、ちょっと凍ってるでしょ、ね、え雨風が多いからなんやと思って、うん、ね、強い強いですよ、で、まあ、いい建物がまあできたんですけど、はい、まあ、その時の、まあ、エピソードじゃないけど面白いのはね、ちょっと今日も持ってきていただいてますけどね、はい、このコテ、もう生まれて初めて見るものがいっぱい並んでるんです、ね、ユーストリームの方見えるでしょうか、ね、このコテって言います、これ壁塗る道具、はい、コテって言います。なるほど、これね実は門スペシャルなんです。これとこれ門スペシャル、伊賀の門のためだけに鍛冶屋で作ったコテなんですえ、普段は今まで使ってはるのがあるけれど、そこのためだけに作られたためだけに作ってくれた。 それも三木のね、兵庫県三木の鍛冶屋さん で、ね、はい、あの叩いて作ってもうたコテなんです、すごい薄いですね。すごい薄い、こんなもんなんですか、元から どんなやつも。なんかめっちゃ、まあ、いろいろありますよね、初めて見たけど、ね、うん、すごい薄い、うん、でこれもね、まあ、いろんな試作を作ってね、こうまあ、軽く、うん、僕分からへんけどこう、はい、塗るバランスとかあるんでしょ。ありますね、でバランスがええ悪いの言いながら、うん、まあ、1個目を作るわけですよ、はい、でこれを職人さん分ね10丁作って、あ、え自分が使わはる分を作ったんじゃなくて、ね、うん、10丁も作るんですか。なんで10丁も作ります、 あの10丁もなんで必要なんですか。職人さんが、うん、まあ、6人7人、はいはい、現場に1人入られましたね、入ると、はい、うん、いうことはあの、まあ、落として、はい、うん、傷むこともあるので、はいはい、まあ、予備の分も予備の分も含めて、でコテを合わすことで、はい、なんか壁が均一になるって言ってありましたね。そうですね、うん、人の腕はね合わせられないんで、はい、うん、まあ、ちょっと強くやる人とか弱くやる人とか、そうそうそう、ね、まあ、いろいろストロークもちゃうやろと。そうですね、ただまあ同じ均一の壁を作るという意味では、はい、コテを合わしとくと、材料とこで合わせておくと、その均一になる可能性があると。それできひんかったら一人でやらな。そう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 、そう、ね、ああなるほど、現場でも偉そうにされますから、ね、おいそこーとか言ういっぱい使ったわけです。加藤さん一番怒ったはんの見たんね、はい、あの僕がね壁にね、はい、換気口の穴開ける言うたん、はい、穴開けるって、ね、はい、ほんで電気屋さんにそこは換気口の穴開けてねって言うてたんね、はい、ならそこ開けたら、はい、そこ開けたら壁が落ちてくる言うて、はい、怒られて、もっとどこ開けたら言うたらここや言うてね、やっぱり開けるポイントがあったりね、はい、でこれ建築はすぐこうデザインだけ考えてね、はい、こっち端の方がいいって、隅の方はあかんと、はい、親骨があるから壁が落ちてくると、ね、だからちゃんとこうあの支障のないとこ開けなさいって言うわけ。怒らはることあるんですね。ありますね、ちょっとですよ、現場行ったら、うん、まあ大体ね職人さんはそうかもしれないですけど、そうそうそう、今ここで初めましてで太田と、まあまあ、日頃は全然僕こんな感じ、優しい人ですわ、イメージで、はい、うん、まあ、土に触ったるから優しい人ですわ、優しいスケベな人ですわ、なんかスケベな人入りましたけどね、なんか言ったはずね、そうですよ、スケベやないと盛んでけへん、なんで知らんけど言ったでもね、盛んはスケベじゃない、スケベやとで、ああそうなんですか、撫でるように、撫でるように、撫でるように塗るのやって、そう、だからスケベやとできへん、ね、そう、壁にね問いかけるんですよ、はい、こうコテを、まあ、当てながらね、はい、どや、ええ、気持ちいいか壁が気持ちいい、壁が綺麗なんですって、ミキサーの方まで笑ってるっていう、もうかな、ほんま、もうそんなね盛んや、初めて気持ちええか壁とね、気持ちええかって壁に話す瞬間、ね、壁も喜んでますよ、壁喜んでますよで、やっぱり土壁ってやっぱり体にもね、はい、いいですね、いいですよね、だから今は門は、まあ、はい、オフィス的な使い方してますけど、うん、はい、やっぱり住宅にもこれからね広めていきたいなと思います ね、 そうね、土はね、門さんって確か木と
土と紙だけで作られたとこですよね、はい、ええ、あーすごい。で、まあ、徐々にね、あの住宅にこう土壁って実は増えてるんですわ、はい、あ、そうなんですか、ええ、あのクロスじゃなくて土壁って増えてて、はい、でそれもやっぱりね体にもいいでしょう ね、 いいですね、 ね、 ね、加藤さんが塗る土って、はい、なんていうか全く天然素材、え、じゃあ天然じゃない土もあるってことですか。ね、ありますね、ええ、あの天然じゃない土って何ですか。でも土って読むんですか。そうね、樹脂が、樹脂が化学物質が、うんうん、ね、あ、それでも一応土ってことで塗らはる。そうです、まあ、左官職人が塗るんですね、はい、で、あの固まりやすいようにね、はい、樹脂が入ってるんです。早く固まったり、その後から落ちてこんように樹脂が入ってるんですね、はい、うん、でそれを切らはんね、この人は。うん、で天然のものがやっぱり一番ですか。やっぱり天然のもので固まる土を使おうと。はあ、うん、だからうるさいですよ、それあかんとかね、でもこれがこだわりっていうか、うん、ね、こだわりの強い人やね。ほんま、もうだってこれ見た時にねびっくりしたもん。そうですね、一見のためだけに、ね、これで塗るしみたいなんでね、はい、上がってきたって何を言ってんのかなと思ったら、はい、もう現場一個ずつ作るってわけや、ね、持つとこのバランスとかも全部あるって今言ってはったんで、はい、びっくりですね。加藤さん あの、まあ、アトリエみたいなとこあるんですけど、はい、行ったら何百兆あるんですかあれ。まあ、僕はまあ少ない方やと思うんやけど、うん、今4500かなですよ。500兆あるんですよ、現場ごとに作るから。そら赤字やわ。そうやね、赤字作らんようにしてくださいね。そら儲からん、儲からん、ね、いいんですよ儲からなくてということで、いや、儲けてください。ね、ちょっとね、もう時間の方が早いな、早いね、もっと話聞きたいところなんですけどね、なんか時間ありました。ええかええかっていう話も面白かったんですけど、ほんまやね。それでは曲の方に行きたいと思います。はい、曲の方に行きたいと思います、はい、加藤さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、加藤さんのリクエスト曲です、綾戸智恵さんの For Once in My Life です。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。なら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤二がお答えしようというコーナーです、はい、また恋愛問題やら人生相談にもお答えしちゃうかもということです。はい、はい、今日は藤ちゃん人生相談をあれあれで、ね、どれやろう人生相談しましょうか。なんかじゃあちょっと藤二やっぱお便り行きましょうか。いきます、はい、
はい、はい、藤井まりちゃんこんにちは。今年の夏は節電の夏になりますね。できることからと、無駄な明かりは消し、使ってない家電製品はコンセントから抜きました。はい、いいことです。はい、いいことです。今思いつくのはこれぐらいです。藤井まりちゃんはどんなことをされていますか。はい、それと藤井、京町屋ってほんまにって関西弁ですね。ほんまにエコで快適なんですか。京都弁やね。はい、京都弁ですね。以前テレビでめっちゃ褒めていました。それ以来抹茶に興味を持ちちょっと憧れています。はいはい、今は市内でマンション暮らし。今の暮らしと比べ快適性や利便性などどうなんでしょう。メリットデメリットなどズバリ教えてください。はいはいはい、よろしくお願いします。ということで三条小僧さんです。ね、三条小僧さん、はい、いや、節電についてはね、うん、はい、実は僕今事務所半分電気消してますね。お、はい、できるだけ極力電気を怒れば、はい、照明を、はい、消してますね。はい、怒られますよ、私照明で。だいぶ節電になってますね。実際ね。でまあ、はい、大事なのはこの町屋ですね。はい、町屋に住み出しているわけいるでしょうね。ですね。うん、いや、私の節電ね。私節電じゃないです。はい、あ、節電、はいはいはい、マリちゃんも聞かれたんでね。はいはい、私の家ね、はい、ありがたいことにね、北と南両方全部窓なんですよね。はい、壁が、はいはいはい、最上階なんでね、はいはい、よそから見れないんで。はいはい、昼間ほぼ電気つけることない。あ、照明つけることないです。ないですね。で、ある程度ほんまに暑くならへん限り、はい、風通しがすごくいいので。いい窓の開け閉めの幅で、温度調節をするっていう。もう家がエコ。そうなんです、ね、家がエコなんです。そういう意味ではね、はい、京町屋は実はエコですね。ほ、はい、はい、こういう形したらあれですけど、はい、まず結露しません。結露しません。そうなんですか。まあ、何でか言ったらね、はい、隙間だらけだからですけどね。なるほど。隙間だらけ、はいはいはい、隙間だらけで結露しません。マンションとかありますからね。マンションは密閉度が高いので、気がついたら水滴だらけになって、はいはいはい、うん、カビとか。なんでね、ま、マンションが結露するか言いますとね、はい、まあ、密閉度が非常に高い、はい、もちろん防音も優れてるんですけど、はい、内装材がですね、はい、湿気を吸わないんですよ。ビニールクロスとか床もフローリングって言われてますけど、はい、あれ木に見えますけどね、はい、ベニヤです。で、表にその、まあ、塗装がしてあるんです。ウレタン塗装って言うんですけど、はい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 、それで、まあ、ビニールパッケージみたいなね、家に住んでる人がほとんどなんですよ。ビニールパッケージって言われたら分かりやすい、その住んでる人がほとんどなんですよ。だから、はい、まあ、ちょっとそういうね、湿気が多かったり、はい、結露したりするんですよ。はい、で中でこうガスヒーターとか炊くと、はい、まあ、水蒸気が多い温風機を使うとね、はい、温風機というかそういう設備を使うと、はい、結露するんですよ。で、町屋ってもう全く逆って言っていいですね。はい、壁は、まあ、土、先ほどね、加藤さんも言ったけど、はい、土ですけども、はい、で、柱が見えてて、木も土も、はい、湿気をね、吸ったり吐いたりする、はい、調湿効果っていうかですね、はい、ですから、非常にその日本の風土に覆ってて、非常にいいんですね、そういう意味では。はい、ただ僕も子供の時にですね、はい、まあ、町屋みたいなところに町屋に住んでたんです、はい、子供の時ね、そんなんしかなかったん、はい、僕らの、はいはい、家言うたら町屋やったんですよ。いいじゃないですか。いや、いいって言うけどね、今はね、うん、子供の時嫌やったんですよ。でもやっぱ寒いんや、うん、何が嫌やった言うたらね、はい、寒いのと暗いのとトイレが裏なんですよ。はい、その当時水洗じゃないですから、はいはいはい、トイレいうのはその出るってことですか、外に。裏ですよ。通りにはずっと行った、まあ出る微妙やな、はいはい、雨には濡れないですけど、はいはい、ずっと一番奥に大体京都の町屋ってね、トイレがあって、ちょっと話したある晩ね、トイレ行くのが怖いんですわ、一人で。もう一人で行けへんのですわ、はいはい、ほんでもう、うわ、もうお母ちゃんついてきてという世界でやけども、うんうんうん、でも我慢して男の子やからみたいなんで行くんやけど、はい、歌歌いながらトイレしたりね、怖くないぞみたいな、怖くないぞとかね言いながらしたり、藤に大きいのに可愛らしい、まあまあ、そんなんやったんですわ。だからね、はい、まあ、決してね、僕らもう今は好きですよ、はい、だけど子供の時は決して町屋がいいなとはあんまり思いませんでした。で、今のこうご質問でいくとね、はい、やっぱりね、利便性とかね、はい、快適性を追求したら、はい、町屋ではあかんのちゃうかなと、うん、逆にね、はい、不便なことであるとか、はい、ちょっとぐらい手間がかかることを承知で済んだらいいですね、はい、空間としたら。だからやっぱ土とか木に住もうと思う、もうその心構えがまずいいですよ、日本建築に住もうというね心構えね、うん、まずいいですよ、はい、ね、はい、それでね、努力してでも住んでやろうという人が住まはったらね、これほどええ空間はないんちゃうかな。
なるほど、うん、努力してね、またね、今思い出したんやけど、はい、あの町屋のええとこってね、はい、その通り庭って、まあ、裏までずっと行くんですけど、はい、坪庭って言いましてね、はい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 、まあ、うちの、まあ、僕の、まあ、元々の家もありましたけど、はい、あのちょっとした箱庭っていうか ね、はい、いいですね、緑がこう植えたって、はいはいはい、まあ、つくばいみたいなのがちょっと置いてあったりするんです、はい、であれってね、この年になるとね、恋しいです、はい、家の中に光が落ちてきて、はい、水があって、その緑があるという空間ってね、はい、なんかちょっと恋しになってきてね、うん、なんかこう、あのちょっと、まあ、こういうスタジオでもね、殺伐としてますけど、はい、ちょっとグリーンがあったらね、うん、ホッとするじゃないですか、はい、まあ、そういう役目をしてますね、はい、それと坪庭にこうやっぱり空気が通って換気が良くなったりね、あのやっぱりいろんなこと工夫してあるなと思いますね。うん、なんかある程度ですけど、はい、覚悟を持ってね、覚悟を持って町屋は住むべきでしょう、はい、ただその何でもそしたらね、あの、はい、潰してあの快適性なんかいいか言うとね、はい、やっぱりそうじゃないので、うん、やっぱりこういうあのデメリットメリット両方ありますと、はい、両方ありますけど、はい、あのやっぱり手間もかかるけどそこに住んでやろうという人がね、はい、僕は増えてほしいですね。うん、でも結構好きな人増えてますよね。増えてます、うん、簡単に京都じゃない人が京都の町屋に住みたい言うて来てはる人とか多いですよね。外国人の方とか、ね、あ、そうですね、好きですね。それと、はいはいはい、あの関東の方も結構、はい、逆にね、まあ、僕も実は関東の方の町屋のリフォームをちょっと手伝ってるんですけどね、はい、手伝ってデザインしてるんですけど、はい、やっぱ関東の人は、はい、その町屋の良さしてありますね。あ、やっぱ憧れるんですかね。それとあの鴨川の良さとかね。あ、ね、京都人ってね、もう毎日鴨川あるからね、分からへんのですわ、はい、だけど、あ、鴨川って綺麗やな、そう言われれば、あ、鴨川ってこう見てるだけで時間潰せるなとか、ね、涼しいしですよね。はい、だからなんかこう答えになってるかどうか分からへんねんけど、はい、三条小僧さん、あの、うん、覚悟決めて住んだってください、うん、僕も絶対そう思います、ね、おすすめしてます、はい、でなんかリフォームするんやったら僕に、うん、そうですね、相談してくれはい、いろいろ相談してください。ちょっとは快適にすることができますね、はい、あと一人ね、焦げパンマンさんからいただいてるんですけど、ちょっと今日は答えるには時間がなさすぎるので、ね、はい、来週また来週答えていきましょうかね、はい、来週は必ず答えますの で、 すいませんね、そういう感じで、焦げパンマンさん来週も聞いてくださいね。焦げパンマンさんよろしくお願いします。はい、このコーナーでは建築の相談を受け付けております、はい、ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、はい、E メールの方が info@radiocafe.co.jp info@radiocafe.co.jp です。また相談以外のお便りもお待ちしております、はい、どしどし送ってくださいね。ぜひお便り皆さんね、はい、ね、もっと恋愛相談とかね、人生相談もくださいください、ほんまにください、一回、はい、答えてみたい、はい、はい、それではもうね、お別れの時間が参りました、はい、お相手は藤井兄こと藤村正嗣と、はい、アシスタントの竹村麻里でお送りしました。それではまた来週お会いしましょう、はい、また来週、さよなら、よろしくお願いします。お便りください。この番組は伊賀の浅田建築、積水インテリア、東京名古屋大阪の協力でお送りいたしました。Usted escucha 79.7 Radio Café, la primera estación operada por una sociedad civil en Japón, transmitiendo desde el edificio 1928 de Sanjo Gokomachi en Kioto.